こんにちは、ママガールの皆さん、マリです。こんにちは、ベビモです。今回もね、ママガールのインスタで全国のママガールさんへ募集した我が家のマイルールという質問箱に寄せられたコメントを見ていこうと思うよ。おお、ルール、どんなのがあるのかな。今日はほっこりできるのが多いわよ。おお、前回のパパに秘密にしてること怖かったもんな。寝る前に今日楽しかったこと、良かったことと失敗したことを聞く。大好きってハグして寝ます。息子と寝るときはおかんの大事な〇〇くんだよ、宝物だよと言いながらハグして寝る。ラブですね。とってもいいルールね。ベビボーもママの宝物だよ。ありがとうございます。それならそろそろ水色黄色じゃない新しい服買ってほしいな。さあ次のルールいくわよ。何それだ。喧嘩や争い事は日をまたがない、笑顔でお休みする。これも素敵ね。まあうちはパパと喧嘩もしないけどね。パパが言い返せないだけじゃん。なんか言った？ベビボー次行きましょう。朝パパが家を出るときに家族みんなで今日も一日頑張るぞ、えいえいおー。すごい団結力。なんだかスポーツチームみたいでいいよね。うちもキャプテンであるパパに言ってもらおう。監督はマリさんなんですけどね。今日はやたらハートウォーミングですね。なんか変わったやつないんですか？あるわよ。テレビのリモコンはテレビッピ、タイマーはピッピという。ちなみにビデオのリモコンはビデオッピ、テレビのリモコンはチャンチェ。ピッシリーズはまだわかるけど、チャンチェ可愛いけど由来が謎っぴよね。いや変な活用やめてください。ビーズクッションのことをバフンと呼んでいる。子供をバフンと乗っけるから。わかるけど、後にバフンを知ったら嫌になる呼び方ですね。むしろなんでベビーボーは知ってるわけ？初めて覚えた感じがバフンです特殊、バフンみたいに言ってるし、気管を息穴と言います。なんか怖い、忍者とかが言ってそう。そもそも気管が話題に上がるのも気になるよね。気管が広がった状態は息穴グランデですね。ちょっとくずってしてしまうのもいろいろあったわ。カップアイスを家族誰かと半分こするときはカップごと包丁で切ってちゃんと半分にすること。いやーきっちりしてる、きしすぎてる。ボケてきたら地獄よね。断面から溢れてきちゃう。行き過ぎた平等主義は想定しない損失をもたらしますね。そもそも半分をしっかりと測れているのでしょうか。分度器などを持ち出せばいけるかもしれませんが、ご家庭の食卓で用意。すっごいコメンタみたいな喋り方やめて。一人っ子の息子、猫を飼い始めてからお兄ちゃんと呼び、猫を妹と呼ぶ。我が家では猫には必ず様をつけていました。我が家の猫は足で撫でるのがルールです。猫も自覚していて、タタタタタッと歩いて床にパタンと倒れて足撫でを要求します。かわいい。猫ちゃんのこと相当可愛がってるのね。いいな、僕もニャンジョが欲しいな。何それ。猫ちゃんの妹です、ベビボー的な。誰かが帰宅した時は隠れる。なんで？普通出迎えませんか？スパイファミリーね。もしくは忍者。あ、生き穴っていうタイプの家族か。でも楽しそうで何より。今日もいろいろ見れて面白かったですね。家族それぞれにいろんなルールがあるわね。私たちも仲良くしていきましょうね。はい、森監督。ママガールのインスタでは今後も定期的にママガールの皆さんへ質問箱でコメント募集していきます。皆さんのここでしか言えない本音、楽しみにしてます。ぜひフォロー、コメントお願いします。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、高評価、コメントをぜひお願いします。チャンネル登録も忘れずにね。ベルのマークを押すと動画更新のたびに通知が来ます。それではまた次回、バイバーイ。